どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの推しに火をつけちゃうぞ。はい、というわけでやってきました。はい、今日は激辛ですよ。今日はですね、皆さんどこにいるかわかりますかね。そうですよ、新宿の大都心。今日食べるメニューなんですけれども、激辛4わかりますか。そうです、あの4です。ふぅー、商品名がドラゴン4なんですけれども、なんとその料理がですね、あの激辛女王の鈴木奈々さんが食べた料理です。それをね、今日はね、ジョニーもね、完食していきたいと思いますんで、じゃあ早速行ってみましょう。レッツゴー。ドラゴン、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 オッケー、オッケー、ドラゴン、ちょっと振りすぎたかな。はい、見てください。それ、これさっき言った、あれですよ、鈴木奈々さんが、で、映ってますよ、これ。激辛ドラゴン4ですよ。鈴木奈々さんとね、ジョニーがコラボしちゃうということですよ。はい、いらっしゃいませ。ドラゴン4。今日はですね、バインセオサイゴンさんに来てます。バインセオサイゴン、ベトナム料理ですよ、ベトナム料理。すいません、このじゃあ激辛ドラゴンフーを一つ、じゃあね、待ってる間ね、ちょっと雑談しようかなと思うんですけど、最近ですね、生配信の方でも激辛を取り入れてるんでね、激辛生配信ですよ。普通の動画よりね、生配信の方が人気なんじゃねえかっていうぐらいね、結構見てくれるんでね、生配信ぜひ遊びに来てください。ぜひですね、まあそんな感じでビッチョンコ、おー来たかな。グズグズいってる、すごいですね、超熱そう。うわー、すげー、これやばいっすよ、地獄ですよ、地獄。辛そう、ドラゴン、うわー、カモン、今夜もかましてくれって聞いてくれな、行くぜ。辛すぎ降参ドラゴンボール、神様召喚ドラゴンボール、探して叶えろ願い事、吸ってもらえろ辛いもの。いただきます。じゃあ行きましょうかね。お手並み拝見ですよ、ドラゴン4さん。なんだろう、結構いろいろ入ってますね。玉ねぎ、これはなんだろう、チャーシューも入ってるね。チャーシューにネギも入ってますし、じゃちょっとスープから飲んでみましょう。これね、黄金に輝いてますよ。いただきます。おぉ辛い、辛い、辛い、辛いな、これ痛い、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 カレー、なんかひき肉みたいに入ってますよ、これ。わかりますか。いや、これひき肉の中になんか唐辛子っぽいの入ってる、めっちゃ辛そう。ひき肉、まさかの山椒入ってますよ、これ。きたか、ベトナムでもお前山椒きたか、ここまでついてくるか、山椒。うわ、麺いきましょう、麺。すごい平たいですね、麺が。いただきます。タレ、麺が結構柔らかいですね。もうチャーシューもプリプリそうで美味しそうですね、これ。これね、うん、うまい。カレー、やばいね、辛い。結構パンチ効いてますね。そしてここで来ました、食器タイム。どう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 、今日もビッチョンコでしょ、ビッチョンコ。今日早いよ、辛い。結構強敵ですよ、あんまり時間かけない方がいいですね。チャーシューもうまそうですよ、これ。ちょっと
ちょっと早い、もうちょっと早いけど臨戦モードに入りますわ。俺はあれですね、ちょっともう本気出さないと、油断してたらちょっと完食できなくなるかもしれないんでね、本気モード入りますわ。おら、何がドラゴンボールだよお前、ケチョンケチョンにしてやるぞ。じゃあ気を取り直していきましょう。うん、汗の量が尋常じゃないよ、これ結構辛いね。チャーシューもなんか2種類あるね、なんか牛すじっぽいのとなんか脂身が乗った牛チャーシュー。唐辛子がね、ところどころに散りばめてるかね、これがお口の中が刺激するんだ、これは大変だぞ。うわー、暑い。あら、麺の周りに赤い唐辛子がすごい入ってるんですよ、これ。これが辛い。一人前のレベルなのかな、結構量多いですよ。半分ぐらい減りましたかね。うん、もうちょいじゃないですか。カレー、これどうやら話を聞くとね、ベトナムのね、辛い唐辛子がね入ってるってね、確かにこういう辛みのする唐辛子初めて食べました。うん、すごい、結構後引きますよ。辛いねこれ、とんでもねえな、ほんとびっちょんこよく鈴木奈々さん、あんなさ、あんな平気な顔してよく食べるよ。辛いよこれ、相当強いんだろうね。このちょっと光で分かりますか、この汗の量。さっきの髪の毛から滴り落ちてましたもん。もう何言ってるか、ちょっとろれつ回んなくてね、何言ってるか分かんないと思うんですけど、マジでやばいです、尋常じゃない。あれ、うん、オッケー、もう終わりが見えてきましたね。じゃあラスト、ラスト一口です。じゃあ、ごちそうさまでした。完食しましたー。オッケー。はい、やばい。うわー、辛かった。ドラゴンフォー食べ終わったんですけども、
結構だいぶパンチ効いてましたね。今回なんか唐辛子系の辛さかなと思って余裕ぶっこいてね、まあ30分ぐらいでね食べ終われるのかなと思って、ね、来たんだけどね、まあ食べてみたらね、で悪魔の山椒が入ってたからねだいぶ手こずりました。山椒ジョニー苦手なんでね、もうパク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 食べたらね、お口の中がしびれてしびれてね、だんだんもう箸が止まらないからね、止まらん止まらんっつってね、だいぶ時間かかりましたよ。1時間半ぐらいかかりましたかね。ね、こう見る限りね、汗もびちょんこ、髪の毛がね、あの滴り落ちてましたからね。まあでも結構味は美味しかったですよ。あのチャーシューとか結構好きでしたね。なんかチャーシューも2種類あって美味しかったですし、玉ねぎ、あとひき肉ね、よりどり緑のね、ドラゴン4のワッショイでね、見栄えも綺麗で美味しかったです。それでは辛さの判定をしていきましょう。バインセオサイゴン新宿店さんの激辛ドラゴン4、じゃじゃん、辛さレベル9です。9です、おめでとうございます。やっぱね、山椒が入ってるってね、辛さレベルがね3から、ね、2ぐらい高くなってくるんでね、だいぶ辛かったです。で、この激辛ドラゴン4に関してはバインセオサイゴンさん、いろいろ新宿店とかあと有楽町がいろいろ店舗あるんですけど、激辛ドラゴン4が食べれるのはこの新宿店だけなので、ぜひですね、激辛マニアの方挑戦してみてはいかがでしょうか。ツイッター等々更新してますんで、フォローお願いします。あと最近ですね、生配信の方多めにやってますので、まあ生配信はね、リアルなね激辛ジョニーが見れちゃうのでね、まあ楽しいですよね。動画よりね楽しいっていう人も言うぐらいですからね、まあね、遊びに来てください。ジョニーをね、おもちゃだと思ってね、遊んでいただければと思いますんで、あとこの挑戦に高評価の方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。やだ、これ結構辛かったからね、鈴木奈々さんなんか激辛ドラゴン4テレビでね、お美味しい美味しいって平気な顔して食べてるけどね、あれ絶対やらせでしょ。実は辛くないんじゃない、あのね、なんか唐辛子抜いたりとか、鈴木奈々さんちょっとやってんじゃないですか、そういうこと。ちょっと可愛かってね、絵になるからっつってね、もうふざけんなよっていう話ですよ。いやマジで超腹立ってますから、ふざけんなよっていう話ですよ。鈴木奈々さん、コラボしましょう。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでもこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。もっと見てください。ほら、だいぶねっとり、ねっとりボタンはここだよ。 OK、 チャンネル登録してね。 OK、 もっともっともっと増えろ。 OK、